はい、それでは前回の続きからやっていきましょう。今回からライトセーバーを緑にしたいと思います。で、次の惑星に向かいましょうか。いや、緑といえばね、ルーク・スカイウォーカー、そしてマスター・ヨーダのね、色なんでね、なんか強いなっていう印象が、なんか心の中っていうか、多分思ってる人多いんじゃないかな。紫とかも欲しいけどな。で、新しい場所、ここか。レッツゴー、移動する。キャシーク。これが全部終わったら、俺も落ち着こうと思ってる。もう飛び立ってんのか。家族になるんだ。待って、愛？ああ、俺には愛なんてわからないと思ってないか？なら説明してみせて。いいだろう。愛は素晴らしいが努力がいる。称賛し尽くし、もううち入った早いな。敬わなきゃならない。わあ、頑竹があって驚いた。そうだろう、すべては経験だ。俺みたいなハンサムは周りが放っておかない。でしょうね。到着だ、早くこっちへ。新しいとこはどこなんだろうな。どんな惑星なんだろうな。緑、あ、ちょっと待って、帝国軍。これなあ、あの封鎖を突破する気か。いいえ、それは最後の手段よ。マンティスのトランスポンダーを帝国のものに合わせてあるわ。グリーズ、ああパワーを抑えて仲間のように振る舞うのよ。ブラッカと同じか、問題ない。余計なことはしないでくれ。スキャナーをしっかり見ておくんだ。分かった分かった分かった。怖いな。反応はなし。連中は地上に気を取られてる。大丈夫よ。うわー、ストームトルーパーいっぱいいるな。ひどい景色だ。帝国はキャッシークから資源を奪い尽くしているのよ。ウーキーたちは奴隷にされるか。キャッシークってウーキーのいるところか。なるほどね。おっと、危なかったぞ坊主。お前がスキャナーを見てるんじゃなかったのか。ゲリラだ。ウーキーと外の援軍が帝国軍を襲ってる。ウォーカーが近づいているわ。タークルもいるかも。そんなこと分かるものか。このまま戦場に飛び込んだりしたら、俺たちだって一緒に墓の下だぞ。けど他に選択肢はない。それにすぐ助けないと危ない。ならどうするの。妨害する。ブラッカではウォーカーをバラしてた。一台乗っとる。冗談はよせって。こいつはクローン戦争じゃないんだ。船長、船をウォーカーに寄せて。え、なんだって。待って、あのウォーカーは兵員輸送機でもあるわ。中に乗り込んだら注意して。いいぞ、グリーズ様の魔法を見せてやる。いい、よく聞いて、無事に帰ってくるのよ。そのつもりだよ。おい、本気で飛び降りるなら早くしてくれ。準備はいいか、ビディ。お？落ちたぞ。あ、BD、水大丈夫なんだ。おっと、泳いでいくのか。ああ、早く泳げる。準備はいいか。あ、ちょっとそうだ。せっかくなんで、服変えてみるか。ガーディアン、ブラボー。よし、行こう。あれに入ればいいわけね。おい、いや硬いね。前回戦ったやつのでかいやつだよね、多分。これどうやって乗るんだ。ここからか。
乗れないね。どれ乗るんだ、これ。いや、あれだな。あ、なるほど。前足から乗るわけね。すげえいい感じに苔生えてくれてるわ。上に行けるかもな。なんだって。思ったより難しいな。よいしょ。早く上に行こう。関節部分が動いたら落ちちゃう。どっちだ。こっち？右？右か、いけるかこれ。よいしょ。お、いけた。で、ここまで来たら乗り込めるわけだ。おお、ストームトルーパーいるな。で、ジャンプと。これ乗ってんのバレてっかな。まあ大丈夫かな。当たりそうで怖いぞそれ。これで最後だ。まあ誰も乗ってるとは思わんだろうな。助かる、BD。ぐるりと回って上に到着。上まで登ろう。危ねえ、当たってないの今の。ヤッホー。あはは、センキュー。うわー、中がすげえわかる。ここか。あ、こっから行くのが。これなんか乗るやつだよね。役がない。お前が報告する番だ。やっほー。こっちに侵入者がいる。やっ、緑いいね。これライトセーバーの色とかで色変わるとかないよね。よいしょ。オッケー、さよなら。開く。新しい船を感知した。思った以上の戦力だな。装甲はどうだ。やられてます。現在 70% でさらに低下中。反逆者を叩きのめすには十分だ。あ、気をそらす。このまま行くぞ。弱っちいな。おっと、動かせんのこれ。よし、いいね、いいね。え、動かせんの。あ、マジかよ。レッツゴー。進んでる、進んでる。 R2 でブラスター。おーおー、やばい、こっち狙ってきてる。キャノンが発射されたと。ウェイ、いいね。これ使えるんだ。デススターとかもあれ倒せるってことだよね。で、どこ行けんだ。これまっすぐか。いいね、パイロット画面。どっちから行くのこれ。ここ、どうもー、こんにちは。あ、どう、誰なんだ。え、AT-AT を手に入れた誰かだ。 AT-AT です。あんたは帝国を怒らせた誰かだ。帝国のランディングパッドに向かってる。手を貸してくれ。了解した。了解。もっと怒らせてやろ。ほら、キャノンだぜ。これ下にいる人たち大丈夫かな。まあ四足歩行だからみんな避けやすいか。遅いしね。ああ、 ATX 弱いやつ、介護官ね。ここにいるな。いいね、いいね。ほら、そんなとこにいちゃやられちまうぜ。お、なんかいる。邪魔ですよ。おお、そんなとこにいたんだ。橋をぶっ壊していく。橋を潰したぞ。ああ、いっぱいいる、いっぱいいる。ストトルーパー。あ、あんなとこにもいるね。この赤いゲージかな。おお、こっちもいる。
これ爆発する？しないんだ。やばい、なんか撃ってきたぞ。どれだけいるんだ。デススターも破壊しとこうぜ。デススターで船か。うぇー、よし、やばい、動き出した。よし、いいぞ、こっちは強いからな。硬いね。ロロロロ、やったか。こっちに来てる。なんとかできるか。捕まれ。おお、やばい、使い物にならなくなったからこれ。捕まってろ、ビディ。わお、すごいね。ああ、大丈夫だ。お前は？まさか二度はやらないよ。せっかくのウォーカーを台無しにしたな。名前は？カール・ケスティス。そうケレラ。キャッシークには何を？人を探してる。あんたは何を？俺と仲間たちは帝国軍の補給船を潰しに来た。ここだ！それで誰を探してる？ウーキーの王者のターフル。見つけるのは無理だな。帝国の手もずっと逃れてきた。ゲリラの一人じゃ。彼は特別だ。ウーキーレジスタンスの象徴でシャドーランドから攻撃をしている。シア、グリズ、そうだ。いや、どうも。アフレをどうしたい？ジェダイの用事だ。ジェダイは死んだ。全員ではないわ。ライトセーバー。手を漁ったのか？マスターから受け取った。なんかちょっと壊れてるけどな。ここはウーキーが強制労働させられてる生成所に繋がっている。情報ではゲリラの仲間も中に捕まってるはずだ。なら助けよう。ターフルについて知ってるかも。あり得る。おい、ちょっと待った、待ってくれ。マンティスはいい船で、パイロットの腕も最高だが、戦闘支援のための船じゃない。私たちは帝国の通信を見張ってるわ。うまくすれば救援要請を捉えられる。感謝する。俺たちは偵察して攻撃の準備をする。先で待っている。よし、行くぞ。おお、ゲリラと協力。あ、あいつは戦える状態じゃないわね。名前なんだっけ。あ、ウーキーだ。そうね、時間がないわ。戻ってくるまで頑張るのよ。じゃあ行ってくるな。また後で。ウーキーいっぱいいるな。あ、ここの先になんかいるの、いるのね。電子音。お、これは武器か。武器置き場、武器置き場。ん、なんか進めないぞこれ。いけるこれ。いや、いけないな。違うね。こういう時はマップを見よう。ん、どうやらこの先いけるっぽいぞ。開いた。そうはこの溝の向こうにいるはずだ。この溝の向こう。了解。ん？スキャン。渡れないな。渡れない。近くに使えるものがあるかも。あ、ここ。いけるんじゃない？緑いいな。よし、作業台だ。作業台？とりあえずこれか。よいしょ。ん？いけねえな。あ、これ？作業台って。おわっと！なんだお前！やばいやばいやばい。止まれ。これ止まらせない方がよかったか。よし。
おっと、いつの間に。危ない。スキャンしておこうか。助かる。ウィーショック。そう。これが作業台。アップグレードを入手。どのくらいの電流を流せる？お、BD1 アップグレード。この辺が好きなら帝国の回路をショートさせられる。いいね。オーバーチャージ。機械のスイッチを切り替えられる。これか。よろしく。試してくれ。あ、電力が備わったぞ。ありがとう。なるほど。でもあそこには行けないな。まあ何回どうやって行けるんだろうね、あれは。後々行けるのかな。てか何気に BD のさ、ランプがライトセーバーの色に変わってるのかな、俺。よいしょ。BD よろしく。ここに電圧をかけろ。んで？ああ、これ。掴める。いいぞ。あ、そういうことか。壁ジャンプね。こいつは敵だろう。やっぱり爆発する。やっぱ爆発だったか。危ないね。レイムビートル。炎上時に、あ、死亡時に炎上する。炎上か。爆発じゃなかったんだね。よいしょ。あ、敵が止まった。まあ、こんなとこに敵いないわな。なんでさ、ここからちょっと取れてなかったから後取りです。帝国は樹液を何に使う？悪いことだ。樹液から重要な物質を生成し、その生産を拡大させている。連中を止めないと。そのつもりだ。なぜか連中はかなり分散している。手に入れたマップを見てみろ。マップもね、 BD が差し込んでロードしてくれるんだよね。俺たちがこのカッターで連中を引きつける。その隙にライトセーバーを使ってウーキーたちを解放しろ。帝国との戦いには彼らがいる。了解した。中では気をつけろ。でそのグラップルガンずるいよねって思うよね、ここ誰でも。でマップを見るとあそこに行かなきゃいけないと。ここでホースを使って先に進む。緑でね、辺りを照らすのはやっぱいいですね。皆さんは何の色が好きですか？まあ、他にも多分色いっぱいあると思うんだけど。で、あの船なんだっけな、名前。デススターは絶対違うんだよな。なんで、一旦瞑想しましょう。あ、スキルポイントあるから多分スキル振りますね。で、ホース回復強化を取ります。これがね、割と回復、攻撃によって回復する量が増えるから、結構強い。ここからどん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 ね、ジェダイっぽくなってくるので、ね。おっと、グレネード危ないね。グレネードを使うとかゼロいよな。味方にも当たって自分にも当たるけどね、こいつ。でこの通り穴はね、寄り道は大体ね、ああいう風にエコーがあるんだよね。ウーキーの戦結構これはね、経験値として美味しいから隠れ家として取っておく。ストームトルーパーね。そういえばなんか、フォートナイトにストームトルーパーが来たらしいね。
おっと、R2D2 の黒いバージョン。俺たちが負けるものか。奴は逃げてるぞ。こうやってね、ホースで押し出すこともできる。奴を止めろ。本当に戦闘のマスターが上手くなればね、もっとかっこいい戦いの見せ方ができるんだよね、このゲーム。誰か奴を倒してくれ。ぜひリンチにされて。集団戦がね、割とね、きつい、うん、このゲームは、まあ、集団戦で一人でね、こう投げ倒していくっていうのが割とこのスターウォーズジェダイっぽさではあるけどね。ではそこに瞑想できるところがあるんで止めていきましょう。でこれでスキルを確か取るはず、取ってたと思う。で、このディレイスラスト。月がね、できるようになりました。さあ、行きましょう。さっきのやつからね。新しい技は使うのかな？使えませんね。ね、タワリーがね、割とね、難しい。慣れればね、多分すごくうまくできると思う。おっと、これは強いやつ出てきました。この時をずっと待っていたぞ。ダースモールを思い出すよね。すげえガードしてるよね。今見て思うけどすげえ、なんだろう、守りに入ってる。強攻撃の時は割とね、攻撃しやすいんだよね。これさ、今のちょっと苦戦具合というか戦闘具合、戦闘見たら分かると思うんだけど、そんな苦労しなかった。開いたけどなんか狭い道っていうね。このゲーム狭い道を通ることが多いからね。兵所恐怖症の人とか絶対ジェダイになれないね、これ。狭いな。昔のね、アンリーシュドっていうゲームだったけど、あれはこんなにね狭いとこ行かなかった。で、これは今巣を探してますね。で、緑だから動く。あいつらをやりに行く。敵を発見した。ターゲット、俺とお前だけか。こういった火炎放射だからね、スキャンしておきましょう。あ、で、ここで登ってあるんだ、そうだ。で、チャージ、オーバーチャージして、この機械を動かす。抜け道か。だから動かしたかったのか。本当は何も知らなかったんだな。カッターを動かしたかったんだろう。ビリーは可愛いよな。なんて言ってるかわかんないけどね。まあ、狩るには分かってるっぽい。ここに来るとなんか戦ってんだよな。雲と戦ってんだよね。まあですが、一旦休息をすると。で、休息するとなぜかいなくなってるんだよね。なぜか分かんないんだけど。とりあえず上の方からやっていきます。
この先にね、ちょっとね、面白いやつがいるんだよね。お、これは初めてゲットするものですね。これが結構いいもので、フォースエッセンスってものでね、3つゲットすればフォースファイナルだ。あ、分かったよ。ほら来たよクモちゃん。しかも白い特殊個体だね。ちょっと文字見にくいから分かんないけど、アルビノって書いてある。色素がないクモちゃんだね。お、来ました、新しい技、さっきゲットした技。これ今まだあんまり使えてないんだけど、フォースのね、攻撃技もっと使えば楽に枯れるんだよね。何なんだ？アルビノ・ウィー・ショックっていうね、やつでした。アルビノはね、まあ、人間にもあるというか、どの生き物にも全部あって、色素がちょっと少ないというか。で、ここ来るとなぜかいなくなっちゃうんですね。でね、行く場所がね結構多いから、どこ行きゃいいかっていうのはちょっとね本当に分かんないんだよね。で、一旦休憩する。あ、しないのか。宝箱を取ってって感じですね。何か見つけたのか、ビディ。ライトセーバー。で、右奥、さっき行けなかったこっち、行けなかったとか行ってないこっち行くと、いつにぼちゃん。で、上に登れるんですね。すると、上に来て、ショートカットって感じなんだよね。はい、落ちました。で、このくるくる回ってるやつさ、割と普通に行ってもいけそうなんだけど、いけないんだよね。で、この爆弾壊せそうかなと思ったら、特に壊せません。燃料タンク。キャノンとかがあれば壊せるのかな。近くでカッターが動いている。応援を頼む。おい、抜けてきた。やつを倒すぞ。カッターと進め。後ろをね、取れればね。どうやったら勝てるんだ。こいつもパンパンなんだよね。クリスメ、俺が相手だ。はい、終了。で、ここから止めて、もうすぐでね、あの、取ってある部分のところ。ローの近くだ。まさか取れてなかったとは思わなかった。あ、で、なんかちょっとね、止まっちゃってます、映像が。なんかね、ロード挟むとちょっとね、フリーズするかなって感じにはなっちゃうんだよね、このゲーム。あ、ここからちゃんと取ってあります。ね、なんか取れてなかったみたいだね。困ったな。で、ここはなんだ？向こう側から閉じられている。で、この歯車抜けてやってきたわけだ。あ、で、ここ行けばいいのか。いや、まさかね、音声だけ止まってると思ってなかった。あれ？あいつまたいんのか。やべ、気づかれた。攻撃が止められている。おっと。でも黒いやつね、前回のやつの方が強いんだよな。やつは俺のものだ。やつら、やられないようにしろ。俺たちが有利だ。よいしょ、止めて
おう、もうこっちはいいんだよ。さよなら。おう、よし、これで止めさせて。いや、そっちがな、やられてんだから。もうここ開けられんじゃない？お、ショートカットか。ああ、はい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 、ここね。しかもなんかある。取っていこう。あれ、これ首につけられる拘束具的なもんじゃない？あ、やっぱそうだ。おっと、あ、ちょっと待って、新たなホース使えないところが増えましたね。引き寄せる系かな。オスがあるからさ、引くはないよね。見張りなしか。ショートカット。あ、ここ奴隷がいっぱいいるのか。あ、ウーキー大丈夫だよ。助けに来た。待ってろ。なんかスターウォーズの世界ってさ、 BD の電子音にしろ、なんかいるウーキーの声にしろ、なんかわかるやつ多いよな。面会は許可されていません。やば、めちゃんこ強そうじゃん。おっと、なんだって。無価値。おいしょ、やるね。こうなったらゴリ押しっていうものを教えてやるよ。マップだつー。セキュリティドロイド、力はありそうだね。ポチッとな。お、武器。あ、首はどうすんのそれ。よかったよ。あ、色ちゃんと違うんだね。どうも。よくやったわじゃない。どうもヒーローだろ。そうと合流しないと。そうと合流。ここは開けない。開けないか。あ、でマップこんな感じか。で、行ってないのはこことか。なんかいろいろあるんだな。とりあえず行ってみっか。ん、どうした。首輪を取ってんのね。じゃあ行ってくるぜ。下に降りる。あー、降りすぎた。これ下に行けば行けるかな。よし、はい、ジャンプ。そろそろ休めるところあるんじゃない。ゾウがいる。近いはずだ。ちなみに、ああ、もしかして、あれ、下になんかあるぞ。これ、取ったらどうなんだ？戻れっかな？あれ、ウーキー。こんなところに。このウーキーは毒にやられた。帝国の星を汚染してる。かわいそうなウーキー。こっちさ、これ登っていけんじゃね。こっちからよいしょと。あ、ほらほら、あったあった。で、アップグレードまだできんのかな。ブラウラードロイド演算ユニット、よし、やってみるか。
あのでかいアンドロイドか。ドロイドか。ハックセキュリティドロイド。おお。ダメージを受けたドロイドの制御を行える。じゃあ、瞑想して回復しておこう。さあ行くぞー。え？あ、伸びてくれんの？伸びたり縮んだりしてくれんのか。行くぜ。なんか出てんな。生成ってこれしてんのかな。なんか垂れてるよね。よっしゃ行くぜ。来るか。止めろ。痛いな。オッケー。スキルポイント獲得。なんか上にいんのかな。お、エレベーターかな。あ、下に行くのね。ん？わかったよ。ここを開ける？完全に閉じられてる。閉じられている。あ、じゃあただのなんだ、ショートカットになる場所って感じだな。あ、これだ。オーバーチャージ。これで進めるのか。オーバーチャージよろしく。で、これで乗って。え、あ、あ、あ、無理なのか。じゃあ、こう行くでしょ？で、こうか。で、すげえ撃ってんな。いや、あの回転の速度だったらいけそうだったけどな。スキャン。あれ、ここも奴隷庫か。何かあった？生成所の官房。あ、ゲリラ兵戦ってる。ヤッホー。ショートカット。なんだなんだ。ドロイドいるぞ。生産性のない人間ですね。止めろ。これで止めて。ちょっとね、あ、乗っ取れるっぽいから。おわっ、いった。やばいやばいやばい。今だ。レッツゴー。これで動かせるわけだ。これで味方になったのか。で、戦ってんのはここか。開かないな。あ、これか。端末。お、ウーキー全員解除。よくやった。ウーキーは無事だ。屋上へ。それ欲しいな、グラップルガン。あのドロイドさ、乗っ取っただけだったね。倒せばよかったな。最初にドロイドやってもな、ストームトルーパーさ、弱いからあんま意味ないよな。ん？何これ。あー、で、ここに戻るのか。ちなみにこれは？電流を流すんだ。まあ一応瞑想しとく。で、スキル3ね。新しいの覚えれるから、これにしよう、これ。リーピングスラッシュ。おー、強そうじゃん。で、休息しておく。あそこになんか、反応があったよね。
目の前のこれ、あ、違うね。あ、このエレベーター動くようになったのか。なるほどね。あ、で、これで屋上に来たのか。みんなもいるのかな。あ、ウーキーやべえじゃん。おお、やばいやばい、しまった。さっきから捕まっております。やばい、やっぱこっち先にやるか。いや、ドロイドなんだけど、一体だけだったら正直。あ、でも追加で来るのか。なんかマントすごいことになってんな。よっしゃ、なんかマントすごい荒ぶってるけど。やばい、来るか。おっと、いっていていていて、ムカチ言うな。出たい、こっちの火力じゃ装甲は破れん。すぐやれ。よし、レッツゴー。これで仲間になってガードを破れないか。どうするどうする。ドロイド、あいつはやれ。ダッシュできない。外皮、わー、ウーキーやられてる。ちょっとドロイドさん、この電磁波どうにかしないとな。スタンするから回避して、しびれる。間違えたな。オッケー、あれ、ドロイドやられた。回避、俺でやったら。あ、出てくるんでしょどうせ。あれ、出てこなかった。帝国軍追い払った。イエーイ、やったぜ。聞いてくれ、長く苦しい年月だった。帝国に同志を、友人を、家族も奪われた暗黒の日々。だが火は消えていない。希望は消えていない。ジェダイはまだ滅びていない。戦いはまだ終わっていない。キャッシークはまだ失われていないぞ。勝利のために。いいね。キャッシークの惨状は見ただろう。同じことが銀河中で繰り返されている。パルチザンはジェダイを歓迎する。パルチザン、ありがとう。でもまだ終わっていない務めがあるんだ。だからその後でいい。待っているぞ。カル、私はマリコーさん。彼はコマンダーチョイシック。あれ、首輪？ああ、すまない、喋れないんだ。チョイシックはあなたのためにターフルを探すのを手伝うと言ってるわ。彼は無事だと？信じるのよカル。また連絡をするわ。大義のため。複数の項目。
あ、どっちかに話しかけた。ターフルのことを。ターフルの部下だったの。作戦中に捕まったわ。救出のために犠牲は出せなかった。それで生成所に囚われてた。チョイシックが手を貸すわ。ターフルを探すのは大変そうだけど。十分助かる。ありがとう。そうはどんな手もためらわないようだ。確かに彼は自分の意思を曲げないわ。けれど今は非常時なの。ソウのリーダーシップは貴重よ。自分の命を捨ててもか。誰かが帝国と戦わなきゃならない。そのためよ。尊敬するよ。私たちは分かり合えるわ。無事でね、カル。じゃあね。ちなみにこれはオーバーヒートシャドウ、オーバーチャージ。ああ、はいはいはい。で、これが開いたんだ。で、船はここ。助けられてよかった。人々を救いたい。その思いが戦う原動力になる。死や悲劇が失うことを恐れない戦士を生む。その先に勝利はある。まあいろいろあると思うけどな。で、これを押すとどうなった？あ、エレベーターか。帝国の通信に気になる言葉を見つけたわ。ん？オーガー計画が復活したとね。新たなゼフォの霊廟を見つける気かもしれない。また仕事ができたようだ。ホロマップに新しい目標が追加された。あ、移動してんのか、これ。ソウたちは大丈夫だと思うか。いつもお前は前向きだな。おい、助かる。ってことは一回ここは出ないといけないのかな。空振りだったな。よしよ。カル、無事に戻ってよかった。マリコーさんから連絡が。ターフルはいなかったと。危険にさらされて何もなし。最高じゃないか。成果はある。マリとジョイシックは助けた。前向きでいいわね。希望が必要な時もあるから。おい、俺も前向きだぞ。前向きだからこそ危険は避けることにしてる。よくやったわ。ターフルは見つからなかったけど、多くの命を救えた。それは確かよ。ありがとう。ビリー、カルを守ってあげて。で、どっち行くのこれ。もうここには用ないのかな。船を出さないなら邪魔しないでくれ。ターフルはこの惑星にはもういないってこと？じゃあ次のとこ行ってみますか。新しい惑星。あ、戻んのこれ。マンティスのホロテーブルを使う。じゃあね、ちょっと今回はこの辺で終わっておきましょう。ではまた次回。